こんにちは、榎本豊です。尻尾弱の使い方を説明します。尻尾弱はですね、非常に緩やかな線が描ける定規になりまして、を見ていただくと、少しずつこう上に上がります。で、人間用の定規だと、こういった長いものでしたら、販売してるんですけれども、犬の洋服を作図するのにですね、そんなに長いもの必要がなくて、これ使いやすいサイズになっています。で、犬弱とか裾弱をお持ちの方におすすめの定規です。まず最初にね、これが必要っていうわけではないので、最初に犬弱裾弱をご利用いただいてから、次にもっとパターンを作図するのが快適になったらいいなと思っている方にですね、おすすめする定規になります。はい、じゃあまずですね、使い方説明するんですけれども、最初に、ハイネックの型紙を引いてみたいと思います。じゃあ首回り、半身で20、つまり一周で40なので、フレンチブルドッグとかパグ、もしくは中型犬大型犬になります。はい、じゃあね、少し上に上げました。ここ 1.5 上げました。ここの高さを高く上げれば上げるほど襟の端がすぼまっていきます。で、基準になる点を打ちます。3等分のところに点を打ちたいと思います。6.6、で、緩やかなカーブを描きます。このね、丸まった方をまっすぐの方に当てていただくと綺麗なラインが描けます。で、この首回りのサイズだとそこそこ大きいサイズなんで、そしたらですね、首回り 3.5 にしましょうか。 3.5 のハイネックを引きたいと思います。このカーブに対して 3.5513 という感じに直角に描きます。で、付け線に対して 3.5 の平行の線を描けばハイネックの完成です。はい、簡単にハイネックができました。じゃ続いて、大襟付きのシャツから描きたいと思います。今度ちょっと小さいサイズにしましょうか。じゃあ首回り30にしたいと思います。綺麗な、3.5 ぐらいに線を引いていただいて、じゃあ端を 1.2 にします。 1.2 直角に上げます。ちょっと小さいんでね、上げる距離を少なくしました。で、緩やかなカーブを描きます。今度は、大襟の幅を2センチで考えていきたいと思います。はい、大襟ですね。で、持ち出し1センチの幅だとします。そしたら前中心の位置が端から1センチのところになるので、ここ前中心になります。ここね、前端ですね。で、大襟の角は、角のままでも作れるんですけれども、カーブにするためにこうやって犬弱のね、端を使っていただきます。ちょっとそっち見えないんですけれども、こういう感じかな。こうやってね、ここのカーブ使うと綺麗なカーブが描けます。で、今度襟ですね。ここからここまでの距離を測ります。13.7、 はい、 13.7 の直線を引きまして、4.6、 で、今度はですね、下に下げます。この距離が下に下がれば下がるほど襟がですね、大襟に近づきます。
これですね、こうなってまして、この角度ですね、下に下げれば下げるほど襟にこう近づきます。近づきやすくなります。これ一回作っていただいて試していただくのがいいと思います。もしくはトワル組めれば組んでいただいて自分の好みの、幅を探してください。でやっぱりですね、このまっすぐのところにカーブの方を合わせて線を引いていきます。こういう感じです。で台襟が、2センチなんで、襟はですね、じゃあ 3.5 でいきたいと思います。一番シンプルな襟はこのままもうまっすぐで OK です。よいしょ。ね、ただこっちが後ろ中心になるんですけれども、襟の幅が太いっていう時に、襟幅カットします。その時にもまたこの尻尾弱が結構活躍するんですけれども、緩やかに自然なラインでここの幅をカットします。これで襟の幅が短くなりました。このままでもいいですし、付け線とこう新しい襟の端の角度を直角にしていただいてもいいと思います。ここが直角です。これでね、襟の端が細い襟ができました。こういう感じで使います。はい、続きまして、今度ね、じゃあフードを描いてみたいと思います。じゃあ付け線、また、首周り30で考えて15で引きます。はい、で3等分します。じゃあここはね、3センチ上げたいと思います。この3センチっていうのは、後ろ前と後ろのこの斜めの差なんですね。後ろの背中の中心の方が前身頃の前の首周り、首の付け根、前中心の首の付け根と後ろ中心の首の付け根ってこう斜めになってるんですね。まあ、その差になります。でここの差を、大きくすればフードを後ろに傾きますし、低くすれば前に傾きます。A で3だから、まあ、半分でね、大体 1.5 ぐらいで線を描きます。でここはね、ちょっと直角に案内線描いておきまして、で下に下がるカーブを描きます。で上下を反転させて、こうでもいいですし、こうでもいいです。使いやすい方を使ってください。こういう感じね。これが首の付け線になります。でフードの口の長さを描きます。線ですね、これがフード口の線になりまして、この長さはですね、犬の顔がこうありましたら、前中心から頭のてっぺんまでを横に測った距離になります。この距離がここになるんですけど、この距離を小さく測れば小さなフードが出来上がりますので、少しゆとりを持たせて書いてください。で、書いたらですね、ここちょっとね、直角に書いておきます。ここ直角です。これ直角の理由は、フードってこういうふうに上から見るとなるんです。ここがフード口で、ここまっすぐですよね。これを直角にすることでまっすぐになりやすくなる。これが直角でないとフードの口がこうとんがったりへっこんだりしてしまいます。こういう感じでね、こういう感じになってしまいます。とんがっちゃうので、ここ直角にしておきます。で後ろ中心も一緒です。これ延長して、ここが直角です。直角にすることでここはとんがらないようになります。はい、で、頭のね、後ろのカーブを描きます。これでフードができました。そしてラストです。ラストは裾線ですね。裾線を緩やかでさらに一つ折りにしたいときなんですけれども、裾をまず直角に線を描きます。例えばですよ、これは
ラグランスリーブで、不白の生地で前焼きの洋服を作るとします。これでもいいんですね。これでもいいんですけど、ここが生地が、着た時の話なんですけども、ちょっと長く見えるんですね。でここカットしたいと。でも、ここがね、大きなカーブになると見返しをつけなくちゃいけなくなるので、それは仕立てるのがめんどくさいっていう時に一つ折りが便利なんですが、カーブがきついと一つ折りってできないことの方が多いんです。そのため緩やかなカーブを描く必要があるんですけれども、そんな時にやっぱりこの尻尾ジャクを使っていただくと、折りやすくて緩やかなカーブが描けます。これでね、枠線短くなるんです。これは、立体的になった時に大きくイメージに差が出ます。こうね、すっきりした状態に見せることができます。このようにですね、尻尾ジャクいろいろ使えまして、犬ジャクと裾ジャクは小さいなカーブを描くのに、非常に便利なんですけれども、尻尾ジャクは緩やかなカーブを描くのに使えます。ぜひ皆さん検討してみてください。そして使っていろんな面白いパターンを作ってみてください。どうもありがとうございました。